桜ゆたか桜ゆたかは、日本の競争馬、主母馬。1986年天皇賞、秋の優勝馬。天皇賞で記録した、日本レコードタイムなど、3度のレコード優勝を記録。2000メートル前後の距離で活躍を示した。主戦騎手は、小島ふとし。種母馬としても5頭の GI 競争優勝馬を輩出するなど、内国産主母馬の中心的な存在であった。 ハンアニに1981年度優秀賞、最優秀スプリンター桜進撃、父ドンがいる。1982年、北海道日高地方の名門、藤原牧場に生まれる。父テスコボーイは5度のリーディングサイヤーを獲得した、名手母は、母系は、名品、スターロッチの流れを組み、ハンアニには、桜進撃という良血であった。しかし本場の紐は栗毛であり、 当時の日高には、栗毛のテスコボーイサンクは活躍しないというジンクスがあったことから、生産者の藤原を落胆させた。だが一方で馬体そのものは素晴らしく、藤原は当時の大長に、馬角雄大、骨太品位に富む。大物の相、栗毛以関ともしがと書き記していた。その後、2歳児に出品されたセリー市で、兄進撃も管理した。 坂井翔太郎に3500万円で落札され、競争年齢の3歳に達し坂井急車に入った。3歳12月の中山開催でデビューすると、この初戦をレコードタイムで優勝。自走の条件戦も7場審査で逃げ切り勝ちを収め、明けて4歳2月に出走した共同通信杯4歳ステークスで重勝を初制覇。3連勝でこの年のクラシック路線の有力候補に、 あげられた。しかし、クラシック本番を迎える前に、右前足を骨折し、春シーズンを全休する。10月の京都新聞杯から復帰するも、さつき賞優勝馬、三保新山の前に四着。続いて出走したクラシック最後の一巻、吉化賞も、再び同馬の四着と敗れた。地蔵のダービー協チャレンジトロフィーで、鈴パレードの二着に入り復活の兆しを見せたが、 その後、客部不安を生じ、再び休養に入る。5歳になり、大阪杯で復帰。ここで、重賞に連勝中の須田ホークを退け、約1年にヶ月ぶりの勝利を挙げた。しかし、自走の天皇賞、春では14着と大敗、競争後に、再び客部不安を生じ、3度休養に入った。 秋は得意距離に戻った毎日王冠から復帰すると、ここで美保新山を破り、レコードタイムで優勝、天皇賞、秋に進んだ。ここでは、前奏のレコード勝利で余力が残っていないなどと見られ、さらに圧倒的不利とされる大外枠、16番枠に入ったこともあり、単勝オッズは美保新山に次ぐ2番人気だった。しかし安城、小島太志のスムーズな起乗によって、 高位置を確保すると、最後の直線半ばでウィンザーノットを捉え、同馬に2馬身半差をつけて優勝。小島自身、パーフェクトなレースだったと回想し、騎手に対して辛辣な境をして、太しの馬鹿がよく乗ったと表せした会心のレースで、GI 初制覇を果たした。優勝タイム1分58秒3は芝2000メートルの日本レコードタイムであった。続く、ジャパンカップ。 有馬記念では共に6着と敗れ、これを最後に競争馬を引退した。1987年2月1日、東京競馬場において引退式が挙行された。両決と後馬隊、優れたスピード能力が評価され、GI 優勝は天皇賞のみという成績ながら、種母馬としての引く手はあまたであった。当初は日本の馬さん最大手、社大グループの種馬場、 社内スタリオンステーションでのつなぎ用がまとまりかけていたが、日高の生産者が導入に尽力し、静内スタリオンステーションでのつなぎ用となった。種ボバ入りに際しては5億円という、当時の内国産馬としては高額の新ケ計トが組まれた。種ボバ成績は、期待に違わないものであり、初年度産区から、ダイナマイトダギなどの重賞優勝馬を輩出すると、 種付け券の市場取引価格は1000万円近くまで高騰。2年目の産区からも桜爆心王が GI 優勝馬となり、1992年に死亡した同父の東証防衛に代わって内国産守護馬の筆頭格となった以降も1999年の最優秀短距離馬を受賞したエアジハードなど数々の活躍馬を送り出していたが、 その1999年の誕生世代から突如として3区出生率が大幅に低下し、翌年には89頭への種付けで1頭の3区も誕生しなかった。治療が試みられたが状態は好転せず、2000年の種付けを最後に種母馬を引退。北海道新日高町のライディングヒルズ静内で功労馬として余生を送っていたが、 2010年11月23日朝、老衰のため死亡した。28歳だった。桜爆信王、エアジハードは、後継守護馬としても活躍し、2002年に桜爆信王3区の湘南カンプが、高松の宮記念。2010年にグランプリボスが、朝日ハイフューチュリティステクス。2011年に、同馬が、NHK マイルカップに優勝し、また2010年には、 エアジハード3区の昭和モダンが安田記念に優勝、不死3大 GI 制覇が達成されている。レコード勝利を連発するなど軽快なスピードを持っていた反面、重ババには極端に弱かった。また、3度の長期休養に見られる通り、爆弾を抱えていると言われたほど足元が弱く、同様の傾向から体勢を阻まれたり、引退に追い込まれる3区もあった。調教師の境は、 私が手掛けた中で、最も強い馬は、サクラローレルだと思うが、2000の両馬場であるという条件付きなら、あるいは豊王の方が強いかもしれない。株式会社アスペクト発、名馬物語ボリューム1、148ページとの言葉を残している。三代母のスターロッツチから続く、メス系からは、ハードバージ、マチカネタンホイザ、ウイニングチケットなど活躍馬多数。 また前日の通り、本場の半兄に桜進撃がおり、半姉にも桜スターを、1987年、サツキ賞、喫下賞優賞の母である桜スマイル、父インターメゾがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。